小太郎塾やつきよしです。今日は、保護者の方からのお声を紹介させていただきたいと思います。本人が、小太郎塾に行きたいと言って入りましたが、最初のうちはどうなのかなと心配していました。夏期講習で終わるのかと思っていたら、しばらくして数学をやりたいと積極的に通い出しました。その結果が今回期末テストですぐに、出たことでとても喜んでいました。本人がやる気になれたこと、そして自信となったことが通わせてよかったと思います、というお声をいただきました。ありがとうございます。この生徒さんはですね、最初集団塾に通って、ちょっと成績が伸びなかったので、やつ教室の方に通っていただいて、こういった結果になったんですけども、実際そうですね、入試が終わっ、高校受験が終わったら一旦予備校の方に通ったんですけども、やはりちょっと質問ができないということで、またですね、やつ教師の方に戻っていただいて、大学も第一志望合格ということで、おめでとうございます。